神にすがりたくなる。家族は何してるか。化け物に殺されるなんて嫌よ。やってやる。ラッシェ。また来てくれよな。人類の未来のため。何か食い物は。心が安らぐ。やるわよ。楽に越したことはねえ。いい加減にしろよ、クソ女。アルミンに劣等生だの、トロイおとり役だの言いやがって。ふん、事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるなら、あいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんだ、サシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？そんなご意見だな。私は仲良しごっこなんて、うん、くそ。お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜコニー。バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょユミルってコニー、どこへ行くんですか。あの野郎め。気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。そうだよ、何か文句あるのか。きっとあいつも愛しい私のことを待っている。生きていく。化け物に殺されるなんて嫌よ。やってやる。人類の未来のためだ。やあ。
油断は禁物だ。またいつでも来い。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。今日はどうするの。また来てね。心が安らぐ。お。いらっしゃい。また来てちょうだい。いらっしゃい。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。人類の未来のためだ。家族は何してるか。前線が私たちの仕事場だ。最後に勝利するのは俺たちだ。
休息も兵士の仕事だ。最後に勝利する。休息も兵士の仕事。やれやれ。今日の訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。ああ。かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな。ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんね。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえな、ミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。はあ、どういうことだよ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。人類の未来のためだ。お、どうも。生きて帰って初めて一人前だ。
行くよー。